ターニュースによると、日本がキューバを破って5連勝で失踪した。日本野球代表チームは3月14日午後7時、日本東京ドームで開かれたキューバ代表チームとの 2017WBC2 次ラウンド第2戦で山田哲人は2本のホームランを含む、4打数3安打3打点と大活躍し、8対5で逆転勝ちを収めた。これで去る12日オランダを8対6で下した日本は、2次ラウンド2連勝を飾った、1次ラウンド3勝を加えると5連勝である。日本は15日イスラエルを相手に2次ラウンド最終戦を行う。イスラエルとの一戦を残している日本はチャンピオンシップラウンドへの進出を目前にしている。一方キューバは12日イスラエルに1対4で敗れた後、2連敗の衝撃を受けた。キューバは15日無条件にオランダを下した後、日本がイスラエルに勝ってこそチャンピオンシップラウンドへの進出の可能性がある。先制点は1回の裏日本が取った。先頭打者山田が左フェンスを越えるソロ本塁打を放った。キューバはすぐに反撃して2回表に勝負をひっくり返した。先頭打者デスパイネが遊撃手へのヒットを打った。続いて後続のグラシアルが左フェンスを越える逆転ツーランホームランを打って1対2とした。しかし日本は3回裏に勝負を振り出しに戻した。先頭打者山田が二塁打を打った後、西没都合がセンター前敵地打でホームを踏んで同点とした。するとキューバは4回表2点を追加して突き放した。先頭打者デスパイネとサーベドラ、アラルコンの安打で作った西満塁のチャンスでメサが左翼手前に落ちる2点タイムリーヒットを打って2対4とした。しかしキューバのリードもしばらくであった。5回裏日本がまた2点を挙げた。先頭打者小林の左前安打と山田の四球、菊池の犠牲バントで作られた1、2、3塁のチャンスで青木の2塁ゴロの間に3塁走者小林がホームを踏んだ。続いて筒香がセンター前敵地打を打って勝負を4対4の振り出しに戻した。両チームは6回また1点ずつ挙げた。6回表キューバは1、5グラシアルが右翼線二塁打を放った。続いて西5アラルコンの左前敵地打でホームを踏んだ。日本は6回裏西1、2塁で小林が左前同点タイムリーヒットで再び追いついた。結局最後の勝者は日本だった。8回裏1、5松田が1塁補給ミスで出塁した後、秋山の左前安打で3塁まで行った。続いて内川が右翼に犠牲フライを打ち打点を上げて勝ち越した。ここで終わりではなかった。続く西1塁で1回2本塁打を打った山田が左フェンスを越えるとどめのツーランアーチを描いて8対5として勝負を決めた。我が国はこのような日本に大谷が出てこなかったと安心していた。笑い。大谷、KBO の奴らを相手にするのに私が必要か。イデホが日本で大活躍していた時代にイデホの頭の上でトリプルスリーしていたのがまさに山田哲人。韓国打者が強いと。キューバは私たちも勝った。君は練習試合で精神勝利。台湾で20時間漂流して夜明け4時5時に入ってきて、午後2時にすぐに試合したそのキューバ。日本の強さはいたずらではないが、笑い。日本の打者は1番から9番までが詐欺である。やはりガトポン、ゴッド日本、越えられない壁、KBO。全体的に日本が強いですね。プレミア12の時より系統陣を補強したのも正確に効果があるようだ。正直羨ましいです。JTBC 反省しろ。中継権を買ったら中継見せてくれ。お金のない左派共産主義者放送の限界。おそらく WBC 2大会連続脱落で台無しにした担当者が反省してみな捨ててやめたようだ。ふふふ、日本選手たちは4連勝していたのにもかかわらず、必死に走塁して歯を食いしばって走るのが目に映った。ところで私たちの330億クリーンアップは何の意思もなくいい加減に走っていた。日本が恐ろしい点は、今その選手がほとんど20代中盤という点である。今後成長の可能性が大きい選手が多くいる。さらに大谷がいない状態である。昨日クッパがオープン戦するやいなやすぐにホームランを打ったことを見れば我が国の野球レベルが、笑い。韓国オープン戦満員。今後韓国のライバルは台湾である。今や日本が唯一のアジア代表だから日本を応援すべきだ。編集所感。韓国では生中継はなくて、日本での試合が終わった23時から録画放送が JTBC3 FOX スポーツで放映された。コメントの時間なり内容なりを見ると実際に試合を見た人はいないようだ。
私がネイバーテレビの接続者数を確認した時は300人程度だった。菅野が4回4失点というのは誤算だっただろうが、2点差で降板したというのはギリギリ想定内だっただろう。打って点が取れる雰囲気があったのは良かった。それにしても直球が浮き気味でほとんど低めに制球できなかった。それが最大のポイントだった。スライダーはそこそこ良かったのでそれでごまかしていたが、そのストライクを取りに行ったスライダーをブラシアルには運ばれた。3回に追加点を挙げたが、無視二塁で追い込まれた菊池がとにかく右に狙って打って、二塁ゴロながらランナーを進めたのは良かった。青木は倒れたが筒香が4番の仕事をした。5回も無視一二塁で菊池が確実にバントを決めてチャンスを広げた。青木は前の打席にチャンスで二塁ゴロに倒れたが、この時はボテボテの二塁ゴロを打ってランナーを返した。筒香の2打席連続タイムリーはもちろんだが、この地味な2番3番のおかげで食らいつくことができた。キューバに長く心の余裕を与えなかったし、日本も過度なプレッシャーを感じなくて済んだだろう。終盤は結局キューバのミスをうまくついて勝った。6回の冒頭振り逃げと8回の三塁ゴロ捕球エラーだ。どちらも松田という。そうしたミスで生じた傷口を広げる野球ができるのが日本の強さだ。一方で6回裏1、1、2塁で山田の打席、フルカウントで走者が走って三振ゲッツーとなった。見てる側からするとそこで攻めるのかと思ったが、解説の原辰徳もあれで良いと話した。山田が当てられなかったわけだが、その失敗を小久保監督も仕方がないとして切り替えたのだろう。ミスではあるが引きずらなかったようだ。チーム内でその意識統一があり、それによって崩れることはなかったのだと思う。代打内川起用も同じだろう。内川の役割は代打の切り札である。小林が好調であっても出て行って確実に仕事をする役割だ。あそこで凡退しても誰も監督や内川を責めなかっただろう。そうしたチームに作り上げているところも日本の強さのようだ。試合は韓国人が好きなその内川、イデホがいたソフトバンクなのでそこそこ人気があると山田、韓国では非常に注目を浴びていて人気が決めてとどめを刺した。系投陣はよく踏ん張ったし、牧田は圧巻だった。まさに手も足も出なかった。韓国人はオランダ戦に続いてぜひともしっかりと目に焼き付けるべき試合だったと思う。ちなみにオランダキューバ戦は韓国で生中継されるらしいが、日本イスラエル戦は21時半から録画放送である AFC クラブチャンピオンシップを中継するので仕方ないだろう。韓国のクラブチームが出ているのに日本の試合を生中継なんてできるはずもなく、そんなことで放送局を罵るのか。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック、スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。また